リボンの演技新体操は、スポーツ、体操の一種である。リボンや、ボールなどの主具を使いながら、音楽に合わせて、13メートル四方のフロアマットで、演技をする芸術性を競う祭典競技である。新体操の芯は、後述の1963年に、開催された、世界新体操選手権の英語名がモダンジムナスティックスであったためモダンを芯としている。 その後、リズミックスポーティブジムナスティックスなど英語名称は変更されているが、日本語を名称はそのままである。そのため、リズミックジムナスティックスに相当するわけではない。新体操には女子種目と男子種目があるが、種目の内容は大きく異なる。女子種目は柔軟性が高く華麗な演技に特徴があり、男子種目は 中外りなどのタンブリングや力強い演技に特徴がある。女子種目は多くの国で行われており、1963年にハンガリーのブダペストで第1回世界新体操選手権が開催された。1984年ロサンゼルスオリンピックから個人総合がオリンピック正式種目として採用され、1996年アトランタオリンピックからは 団体も正式種目となった。個人種目別は2001年よりワールドゲームズに採用されている。体操競技と異なりアクロバットが禁止されている。日本では1968年全日本学生選手権で初めて個人競技が行われ、この大会をきっかけに新体操という名称が使われるようになった。男子種目は オリンピックの正式種目採用を目指しており、2016年、リオデジャネイロオリンピックの閉会式における時期2020年、東京大会への引き継ぎセレモニーで、青森大学男子新体操部員、約20人がパフォーマンスを行った。ロープ、フープ、ボール、クラブ、リボン5人で演技を行う。演技時間は2分15秒から2分30秒以内。一人で演技を行う。 演技時間は1分15秒から1分30秒以内。それ以上を超えたら1秒ごと0.05、原点団体、個人ともに伴奏を必要とし、競技会はその年度の定める方法により演技を行う。動物の鳴き声が入った曲、拳銃などの激しい音が入った曲は禁止されている。レオタードを着用。技術と同時に美も競う競技のため、 デザイン、色、装飾などが凝っている衣装が多い。ハイカットのもの、スカートがついているもの、足首まである、ワンピース型のものなどいろいろなタイプがある。中には、水泳等で濡らしてもおかしくないスパンデックス素材のものや、スコープネック、V ネック、タックチェンジ、ハイネックの長袖ローレグタイプのものもある。足には、ハーフシューズを履くことが多い。 ダンスタイツを履いて、下半身を密着させた後に、レオタードを着用して、ダンスシューズ、または、エレガンスシューズを履くこともある。化粧をして、髪型は、シニオン、ポニーテールにしている選手が多い。男子種目は、日本発祥のスポーツとして、戦後から始まり、日本がリーダーシップを取り、女子と並行して、インターハイ、インカレ。 全日本選手権などが行われている。2000年から本格的に指導者を海外に送り、2003年に日本、マレーシア、韓国、カナダが国際大会に出場し、2005年にはアメリカ、オーストラリア、ロシアなどが追加出場して国際化が始まった。国際体操連盟に対して男子競技種目の普及をアピールしている。 エフゲニアカナエワアンナベッソノワア,アンナグルバノワア,アリーアユスポバ。ありがとうございます。